ミドル勢は現在のオランダ北部フリースラント州を流れるボーン川の河口にかつて存在した三角港である。フリースラント州の中央部に位置しイースターホアとウェストルホアを隔てていた。ミドル勢の地図。ミドル勢の西側がウェストルホアで東側がイースターホア。なお、数字は埋め立てられた年代である。かつてミドル勢はワッテン海に面した。 三角孔であった。しかし、15世紀までには、入江のような地形は消え、西フリースランドの北の海岸線が若干、食い込んでいる程度の形状になった。16世紀初頭からは、干拓が本格的に始まり、18世紀までに、かつての地形は消滅し、内へ浪年が形成された。現在でも、この地域に存在する村は少ない。土が肥えているため、 国装置として利用されているほか、オランダ空軍のレイワーワルデン空軍基地が立地している。ミドル勢は、歴史的に、ボージン、ボーダ、ボーンジェップ、ボーディープ、ボーディーナといった様々な名称で呼ばれた。アンダッチジービード87、ミッドデルジーマーン。カルトギーズ2017年2月15日閲覧。ありがとうございます。